ここから大阪東線の久宝寺の駅に来ております。本日はですね、こちらに書いてある通り不発弾処理、スイッターあたりで不発弾処理を行うため、日中、まあ午後ですね、夕方まで運転を取りやめています。運転取りやめ区間はこの今回大阪東線の場合、花店から新大阪の間が運転見合わせということになっておりまして、この花店駅に行く電車がここ久宝寺駅が運転されています。通常この花店行きの電車なんですが、夜のね2本、ラストとラス前の2本しかないんですけど、まあ、今回珍しく日中に設定されているということで、早速ね行きたいと思います。というわけで今回大阪東線の花店行きの動画です。大阪東線花店行きです。今回不発弾処理ということで、不発弾処理なんてね、何年に1回と何十年に1回の世界しかないわけですけど、まあこういうねレアなことが起こっております。まあ、日曜日の昼とはいえ東海道本線、京都線が運休になってたりと、結構大きな運休が発生していました。
ただそれでもね、まあ、3時間という短時間で行われたこともあって、あまり大きな混乱は発生していなかったように思います。ドア上の表示器なんですが、この電車は普通花店行きですとちゃんと表示されていました。まあ、設定がちゃんとあるからなんですけど、最初は新大阪行きですと書いてあったので、途中からちゃんと設定したものだと思われます。終点花店に到着です。この電車はこの後旧北条方面に折り返すわけですが、どうやって折り返すのか、それを見ていきます。花店駅の奥のですね、まあ、いわゆる大阪東の本線上で折り返してきた列車が入ってきました。旧北条駅、この電車が今ここにね入りましたので、ようやくこの今自分が来た花店止まりの回送電車が動けるわけです。なかなか本線上で折り返しとは面白いことです。折り返信号がつきましたので回送電車出発します。
関大学の場合どこでやってるのか知らないですけど、まあ、一応あそこで何かあった時に追い返せるようになってですね。こういった感じで大阪東線発散周年駅で花店折り返しやっております。というわけでご視聴ありがとうございました。電光表示板にはちょっと運転見合わせ中という表示が出ております。